座禅堂でございます。大変史跡の多い島、みちのくの小島でございます。続いて右手、島が仲良く2つ並んでおります島は湾内名称の二子島でございます。丸い方の島は亀によく似ておりますところから亀島、細長い方の島はクジラに似ておりますところからクジラ島と申し、亀とクジラの掛け比べの二子島でございます。かわいがして左手間近に見えてまいりました島は京ヶ島でございます。昔北条家滅亡の際に随安寺の宗派が天台宗から臨済宗へ変わるとき、天台宗の経文を焼き葬られたと伝えられております。お経の経を取りまして京ヶ島でございます。島の手前の方に石で作られた五重の塔が建てられております。続いて左手前の方をご覧くださいませ。左手前の方、遠くに松の木が一本生え、ちょうどラクダの背のような形をした小さな島が見えてまいりましたが、名称の仙南島でございます。昔仙南藩の城主伊達政宗公が風流をたしなみ、皆様方と同じように湾内をご遊覧なさいましたときに、あの島の形の良いのをお気に召され、政宗公はあの島を世の館に運ぶものあらば銭千貫を使わすと申されましたところから、千貫島と呼ばれております。これより皆様方がご遊覧なさいます日本三景の一つ松島は、牡鹿半島に抱かれ、石巻湾よりさらに入り込んだ松島湾一帯で、東西約14キロ、南北12キロ、沿岸およそ28キロにわたる海面に七浦や先、八百や島と申されておりますように、さまざまな島が多いので有名ですが、しかし実際の島の数と申しますと260余りでございます。有名な俳人松尾芭蕉もこの松島に遊びまして、そもそも琴栗に垂れの松島は扶桑第一の校風にして、およそ童貞聖子に恥じずと奥の細道に称賛されましたように、絶景そのものでございます。どうぞ皆様、大自然の作り上げました松島の島々や風景を心ゆくまでごゆっくりとご鑑賞くださいませ。松島湾の島の数は260余りでございます。黒鯛が取れましたところから、めでたい名前を付けられた島
島は点在いたしております。どうぞ左手遠くをご覧くださいませ。遠く連なって見えております島々は桂島、野の島、佐久沢島、宝島などの浦戸諸島でございます。4つの島を合わせますと600人余りの人々が住んでおりましたが、東日本大震災以降年々減少しております。海苔や牡蠣の養殖が主な産業でございます。これらの島々は江戸時代には伊達藩の米の江戸向け継ぎ出し港として大変栄えたところで、江戸時代の塩釜港でございます。またこの浦戸はご覧のように陸続きのように見えておりますが、実際には大小を合わせますと90余りの島々が連なっております。そしてこの浦戸諸島によって松島が大津波から守られたのでございます。左手遠くに連なって見えております島々は浦戸諸島でございます。右手間近の大きい方の島は西条島でございます。
昔仙台藩の城主伊達政宗公が月見の宴を開かれた島と伝えられております。その時このように見渡す限りの視界があれば楽上の憂いなしと戯れに申されましたものを家来の者が聞き、城がなくともある城の島と書いて在城島と呼んでおります。続いて右手、在城島の左隣に見えてまいりました。ちょうど波頭のような形をした小さい裸の島は名称の鎧島でございます。小さい裸の島は名称の鎧島でございます。ただいまご覧になりました島々は芭蕉コースでしか見ることのできない島々です。昔松尾芭蕉が塩川から松島へ船で渡るとき通ったところでございます。ちなみに松尾芭蕉が塩川から松島へ船で渡った日は旧暦で5月9日、太陽暦では6月25日でございます。
ておりますところは、これから皆様方が参ります塩釜港でございます。また、この島の右側に、長命穴と申し、小舟で通
れる長い木の穴がありましたが、東日本大震災で崩れて流されてしまい、形がだいぶ変わった島となりました。小野根島でございます。左手をご覧くださいませ。左手、間近に見えてまいりました。人の座ったような変わった形の島は有名な仁王島でございます。よーくご覧くださいませ。目もあり、口もあり、口にはタバコをくわえ、頭にはベレー帽をかぶっており、大変おしゃれな仁王様でございます。波風膝元止めて波を座席の仁王島、このように歌われております。湾内名勝の仁王島でございます。
右手間近の島は高遠島でございます。
ブルーゲンプンマッチ。